源氏物語、宇治十条を書く、歌学劇、北昌海里、中村つぼみ玉、和田拓馬、ま、天下絵馬、尾上菊之丞が出演。東京国際フォーラム ×J カルチャーフェスト、プレゼンツ、井筒小族シリーズ詩学劇名簿、源氏物語夢の浮橋が、来年2月8日から12日まで東京、東京国際フォーラムホール D7 にて上演される。 画像、東京国際フォーラムかける j カルチャーフェストプレゼンツ5つ小族シリーズ史学劇、名木源氏物語夢の浮橋、上演決定ビジュアル、体一見、J カルチャーフェストは、日本文化の魅力を発信する目的で、2018年にスタートした講演企画。今回は、紫式部の、源氏物語、より、橋姫、から、 夢浮橋までの宇治十条を題材に音楽や装束を取り入れた歌学劇が立ち上げられる。劇中では、カオルとニオ宮ミヤを中心に、大井君、中野君、浮船といった女君たちとの恋物語が展開。大君役を北昇帰り、カオル役を中村つぼみ玉、ニオーミヤ役を和田たくま、 中野君役を天花山が演じ、規制法仕役と演出、振付を尾野菊之丞が担う。脚本は戸部和久。また公演期間中、東京国際フォーラムホール D5 では、特別講座、源氏物語を知る、聞く、読む、と題し、様々な講師の講演会が開催される。講師には、 京都の魅力を発信する楽旅代表の若村亮、詩音語界の山下智子、歌人の林和樹よ、作家の餅月舞、佐々木酒造代表取締役の佐々木光、孔男子の玉田玉山が名を連ねた。四学劇と講演会のセットチケットも販売される。チケットの一般販売は12月2日10時にスタート。 北昇帰りコメントこの度、初めて井筒さんの本格的な平安装束をまとい、気高い体君を演じる機会をいただきましたこと、大変嬉しく思います。体君の儚い生き方を美しく表現できますよう、探求心を持って臨みたいと思います。平安の世にタイムスリップしたかのような歌学劇、名木源氏物語夢の浮き橋、 の世界を私自身も楽しみにしております。中村つぼみたまコメント日頃から大変お世話になっております菊野城先生が構成、演出をされます今回の企画にお声掛けいただきとても嬉しいです。大作、源氏物語の中の、宇治十条は歌舞伎でも新歌舞伎、浮船として北城秀次さんが構成され、初演の際には私の要素父 六世、中村歌右衛門が浮船を務めました縁のある作品です。今回新たに、井筒さんの美しい装族とともにこの作品が皆様にご覧いただけますことはとても意義深いことと存じます。素敵な共演者の皆様と手を携えて、精一杯努めたいと思います。和田拓磨コメント、におうみや役を演じさせていただきます和田拓磨です。 以前、構成、演出をご担当されている尾上菊之丞さんと朗読劇でご一緒した縁で古典文学や伝統芸能の魅力に触れ、今回、名木源氏物語夢の浮橋で再びご一緒できることを大変嬉しく思っています。素敵な装束、音、踊りや歌、皆様にご感一杯で楽しんでいただけるよう精一杯稽古して臨みます。 天花絵間コメント。この度は素敵な作品に出演させていただけること、心から幸せに思っております。宝塚を対談して、初めての女性のお役、歴史者、そして素晴らしい共演者の皆様と、とても緊張もしていますが、たくさんのことを学ばせていただける素晴らしい機会にワクワクが止まりません。この舞台に少しでもお力となれるよう、 そして素敵な女性を演じられるよう精一杯努めてまいります。尾上菊之丞コメント、華やかな源氏物語の世界の中でも、宇治十条に登場する人物たちが放つ光と影はカリスマ的な光源氏のそれとはまた異なった魅力を持っています。カオル君とニオーミや、タイ君と仲の君、それぞれのドラマ、 心の移り変わりは新たな創作の意欲をかき立てます。死学劇らしく、創造性のある舞台を目指して取り組んでおります。北昌さん、つぼみたまさん、和田さん、天下さんという才能豊かなキャストが揃い、それぞれの魅力を源氏物語の世界を通じて感じていただきたいと思っております。中井さんの音楽が幻想的に誘い、歌に舞い、 言葉の引力を感じながらお楽しみいただけるような作品にしたいと思います。ぜひお楽しみに、東京国際フォーラム ×J カルチャーフェストプレゼンツ5つ小属シリーズ史学劇、名木源氏物語夢の浮橋。2025年2月8日、土曜日、2025年2月12日、水曜日。東京都東京国際フォーラムホール D7。 視覚スタッフ、脚本、戸部和久、構成、演出、小野菊之丞。視覚出演、北昇海里、中村つぼみ玉、和田拓馬、ま、天下山、小野江菊之丞。演奏中井友也、長瀬友香、吉井森悟。